明けましておめでとうございます。報徳学院学習部の村俊です。今年は辰年、占いによると新しいことに挑戦して成功を収めることができる年、こんな風になっていました。そこで2024年は私、数学を項目ごとに分けて中学1年から中学3年まで全て復習できる動画、これを作っていきたいと思っています。項目は中学校の計算問題、それから方程式、関数とグラフ、図形、この4つです。1年生のものから順番にこう3年生のもので作っていくので、皆さんどうぞ復習、これに役立ててほしいと思います。もちろん高校入試の基礎の確認なんかもできます。どうぞ今年もよろしくお願いします。